今日はモーニング娘。の妹分としてデビューされた元メロン記念日の大谷雅恵さんにお越しいただきました。つんくさんとのエピソードとか生活保護などについても伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もともとはアイドルになりたかったんですか？はい、私はアイドルというよりかはアーティストになりたくて、はい、モーニング娘。平家みちよさんの妹分オーディションっていうものだったので、はいはい、私はソロのアーティストの平家みちよさんに憧れて、はい、オーディション受けたんですけれども、はい、3687人から選ばれた、はい、そうですね。すごいことですよね。いや本当にありがたいことで、はい、そのオーディションの時につんくさんはいらっしゃったんですか？当日はいらっしゃらなくて、はい、最初はつんくさんプロデュースっていうのはまだ決まってない状態だったんですよ。そうなんですか、はい、で、番組とともに私たちのこう育っていくストーリーを皆さんに見てもらいながら、でプロデューサーさんが決まりましたということで、はいはい、つんくさんに初めてレコーディングスタジオでお会いしました。そうなんですか。初めて見た時どうでした？いやもう本当にテレビの中にいる方っていう、はい、ところがすごく大きくて、はい、でもすごく気さくに話してくださる、デビューはオリコンっていうものの雑誌があったらこう、はい、10位内入るページにいると思ってたんですよ、はい、それが63位だった。あ、そうだったんですか、はい、赤いフリージアという曲が、はいはい、一番皆さんに知られてる曲かなと思うんですけれども、はいはい、それが出るまでは、はい、これが最後の船だぞって言われて新曲をレコーディングしたりする時もありましたし。そうなんですか、はい、そういう活動されてて、はい、約10年で解散ですか、はい、そうですね。それはどうしてですか？メンバーみんなで決めたんですけど、はい、個人個人がそれぞれ思ってきてて、私たちはいつまで続けられるんだろうって思いながらやってたと思うんですよ。8周年の時かな、それが過ぎた頃にみんなで意思確認をしたんですね、その10年迎えることを、はい、そしたら10年一区切りっていうのもあっていいのかなっていう、第二の人生に進んでもいいよねっていう、みんなが同じ気持ちだったんですよね。決してメロン記念日が嫌なわけでもなく、本当に仲も良くて、解散はつんくさんは何も言わなかったんですか？特に反対という意見はもらわなかったと思います、はい、多分お前たちが決めたことならっていう体制だったと思います。事務所からお給料制だったんですか？はい、あ、そうです、そうです。いくらお給料いただいてたか今は言えますか？明確な数字は、はい、言えないんですけども、はい、普通の社会人の方、はい、平均だと思います。50万より上ですか下ですか？下です、下です。あ、じゃあそんなに貯めて解散っていう風じゃなかったんですね？じゃないですね、はい、私の場合は本当に解散して、はい、次の日からフリーランスだったので。ソロ活動ですか？そうですね、はい、私はもうソロの夢がまだ叶えられてないっていうのがあったので、はいはい、アルバイトをすぐ決めて。何のアルバイトですか？その時はカフェで、はい、ホールの仕事をしてました。で、歌の方もやってらした？やってました、はい、ソロになってすぐに、はい、ほぼほぼ同じライブハウスだったんですけれども、はいはい、結構ライブの数は多かったかなと。月にどれぐらいですか？毎週のようにやってたと思います。はい、事務所に入るってことは考えなかったんですか？事務所は入りたかったです、はい、でもこう自分のソロでやっていきたい方向とかも、はい、自分で定めていきたいなって思ってたんですよね、うん、フリーでやってて全然生活に支障がなかったので。そうなんですか、はい、ユニットでやってる頃よりは、はい、お給料下がりました、ね、下がりました、うん、20万ぐらいで
なんとかやってたと思いますね。うつになっちゃったり、はい、するのはパニック障害とか、はい、それはいつの話ですか？これは5年ぐらい前ですね。心療内科に行って、はいはい、相談したらやっぱうつかなみたいな、舞台の本番がすごく怖くなった時期があって、そっからですね行ってみようかなって思ったのは、じゃあソロで頑張っていたのに、はい、そういうのが出てきてしまって、はい、治療も受けたんですか？治療はそうですね、お薬をいただくっていうのと先生と話し合うっていうことなんですけど、はいはい、不安がいっぱいになるとどうなるんですか？私は各駅停車と急行があるじゃないですか、急行に乗れなくなりました。もう駅をいっぱい飛ばしてる間に具合悪くなって倒れたらどうしようとか、はい、それが頭にバーってなって、それがパニック障害だってことに気づいたんですけど、もうしばらくは各駅停車で、はい、外からわからないからね、はい、怪我とかだったら外から人が見て、そうなんですよね、怪我されてるからっていうふうに分かりますけど、はい、分かんないですよね、心の病気は。そうなんですよ ね。家族の方はどうですか？お母さんとか。もうなんか今は母も病気がちで、はい、入退院繰り返してるので、はい、もうお互い大変みたいな状態ではあったんですけど、はい、やっぱ娘なので、母を支えなきゃいけないなって、本当に最近になってやっと分かってるっていうのもあるんですよね。自分がいっぱいいっぱいだったのが、家族を支えなきゃいけない身なのに、ずっと心配かけてごめんねって思いながら東京にいるっていう、はい、うん、その頃ですね、はい、つんくさんに相談したりとかはあったんですか？はい、ありましたね、はい、連絡を取ることが増えて、とても気にかけてそうだったんですか？くださってて、手術をされるじゃないですか、つんくさんが、はい、でその頃にも連絡をされてたんですか？取ってましたね、はい、その時私自身も、はい、うつになってすぐだったんですけども、はい、自分が大変だ大変だっていうことばかりをつんくさんにお話ししてて、はい、でもつんくさんは一言も自分の体調のこと言わなかったんですよ。そうなんですか。はい、で後々、はい、実はそうだったっていう、ちょうど手術をされた頃だったっていうのを聞いて、はい、大変だった時にすいませんってメールをさせていただいて、はい、大変だった時に面倒を見てくださって、はい、とても感謝しましたし、つんくさんが歌えなくなった分、うんうん、私も頑張って歌わなきゃいけないって、はい、勝手に自分の中で、はい、思ってます。借金したのはその 4,5 年前ですか？そうですね。なんでですか？最初は、引っ越すためのローンを組んだんですね。千葉にいたんですよ、はい、なんか交通費を考えたら、そうですね、はい、行き来してる分、はい、あれと思って、はい、そんな変わらないなってことに気づいて、もう一回東京に戻ろうと思って、はい、戻るには貯金がなかったんですね。普通だったら貯まってからと思うんですけども、そうです、はい、ローンを組んで、はい、それを返していける分働こうっていうところから始まりました。それは、家というか住むところを借りるときにローン契約を不動産屋さんか何かとしたってことですか？銀行のカードローンですね。カードローン、はい、いくらしたんですか？50万円ですね、はい、毎月いくら返していこうと思ってたんですか？設定では1万円ずつってなってるんですけど、はい、利息がつきますよね。あ、そうですね、はい、なんか1万円ずつ返してるんじゃ、いつになったら私終わるんだろうみたいな計算になってきて、何パーセントなんだろう、13、4、そんなんですか？はい、大変大変って思ってる間に、クレジットカードも使い、はい、後から返すみたいな生活をずっとしていって、はい、自己破産に至るんですけれども。でもその前に YouTube かなんかライブ配信はやってらっしゃったんでしょ？はい、携帯でやる、はい、生ライブといいますか、はい、配信ですね、はい、それはいくらぐらい収入があったんですか、毎月？多い時で40万とか、はい、それが続けば、はい、大丈夫だろうってなってたんですけど、コロナが始まって、はい、
配信業界がガラッとメンバーが変わったんですよ。それはどういうことですか？夜のお仕事といいますか、はい、お客様がすごくお金持ちの方がいる方たちが配信業界に入ってきて、はい、それはどれぐらいまで金額落ちたんですか？ひどい時は15,000円とか月、はい、返せませんよね、借金返せませんね、はい、どうしようってなって、はい、でバイトも、はい、2018年まではバイトしてたんですけども、その飲食店ですか？あ、いろんなとこをやりました。カフェに始まり、はい、深夜洋服を畳むお仕事とか、あと最後はあのネイルのお仕事もやってたんですけど、はい、ネイルサロンで働いてました。ネイルサロンで働いて、はい、それからご自分でもネイルサロンをやろうと。あ、そうですそうです、はい、それはもう場所も決まっていて、お友達が経営するネイルサロンを一緒にやらないかっていう話で、はいはい、1回目の多分緊急事態宣言が明けた頃にスタートしようって言ってた話だったんですけど、はいはい、こんなにコロナが大変になるって、はい、誰も思いませんでした、はいはい、ここから始めるのはちょっとリスクがあるだろうっていうことから、その話がなくなっちゃったんですね、はい、でも私はもう気合十分で、はい、道具も、はい、用意していただけるものもあれば、自分で使いやすいものを用意するっていうことも必要なので、はい、リーディストとして自分で必要なものを自分で揃えてたところだったんですね、はい、それも借金だったので、はい、それはどこから借りたんですか？それはクレジットカードで支払いしてましたね、はい、あ、そうなんですか。その利息も大変で、はい、結果500万円近くになりました。50万が500万になりましたね。うつを持っていたこと、パニック障害を持っていたことで、はい、精力的に働くことができなくなっちゃったんですね。そうなんですか、はい、でネイルサロンを辞めた時も、はい、突発性難聴になったりとかで、メニエール病に発展してったりとかで、それは辛いですね、はい、なんか全部こう自分の体に現れるようになってしまって、はいはい、それが辛くて働きたくても働けないっていう体だったんですよ、はいはい、生活もできなくなってしまうし、収入がなかったんですか？収入なくなりました、はいはい、でもちろん貯金もないですし、もう行く場所が本当に生活保護にしかたどり着けなかったんですね。それは自分で生活保護だと思ったんですか？それとも誰かからアドバイスをもらったんですか？坂口恭平さん、はい、死にたくなったら電話してっていうのがキャッチコピーの方がいて、ツイッターに電話番号を書いてる方がいるんですけど、はいはい、その方に電話しました。はい、で生活保護と自己破産しちゃいなよって言われたんですよ。はい、私今その道しかないと思って、はい、そう進んでましたね。受給が決まって、うん、ここでは落ち着いたんですけれども、一瞬生活ができるってことで、はいはいはい、でも自己破産もしていかないといけないので、はい、生活保護でいただいたお金を借金返済のお金に当ててはいけないっていう決まりがあって、はい、生活保護は今もですか？あ、7月に廃止になりました、はい、私は今年の7月。あ、去年です。去年の7月、はい、ということは、収入の目処が立っていったっていうことですか？そうですね、はい、また配信をし始めたりとか、はい、絵を描いたりとか、はい、服を染めることとか、はいはい、何かを作ってオンラインショップで販売するという生活をしていて、うんうん、クラウドファンディングをされましたね。あ、はい、そうです。やっぱ個展っていうものがすごくやりたくて、はい、実際に支援してくださる方がこれだけいるっていう自信にもなりましたし、はい、本来自分がやりたかった形を、はい、形にできたというか、はいはい、クラウドファンディングで70万が目標だったんです、ね、はい、そうです。で、超えましたよね。超えました、はい、最終的には118万円ほどいったんですけれども、はいはい、本当にありがたかったです。100人近い方が応援してくださってるって、 その責任感じませんか？めちゃめちゃ感じてます。
あのそれが自信にもなり、はい、責任としてあの、はい、背負ってもいます、はい、今、はい、実際にあの苦しんでらっしゃる方、はい、お金のこととか、はい、それからご病気のこととか、はい、そういう人たちに向けて何かメッセージってありますか？本当に無理はしないでほしいですね、はい、あんまりこう鬱って病気になったから私は人とは違うんだって思わないこと、はい、生活を受けつつもいや実はもう収入が安定してきたから、はい、配信にできるんだよねってこう、うんうん、元気に友達に話せるような、はいはい話題になってほしいっていう気持ちがあります、うんはい、今後は夢とか目標とかありますか？はい私も40歳なんですけれども、はい、叶えたい夢がある以上、はい、絶対諦めたくないんですよね、はい、お金の面で本当にいろいろ苦労してきてますけれども、はいはい、これから先も何があるかわからないと思っていて、うんうん、私ができることは何でもしていきたいですし、はいはい、歌なりその自分が作るもので、はい、何か癒しを与えられたら、はい、一番私は生きがいだなと思うので、はいはい、今日大谷さんとお話しさせていただいて、はいはい、私は夢は諦めないことっていうことを改めて教えられました、はい、であのいろんな辛いことがあるけれども、はい、でも夢をちゃんと目標などを持っていって、はい、そして大谷さんがあのこう前を向けたのは一歩前に出たことだと思うんですね。生活保護を受けに行く、うん、この一歩前に出る、一歩前に出たら応援してくれる人たちがいろいろといっぱいいらっしゃるっていう、一歩前に出なかったら応援してくれなかったと思うんですよ、うん、諦めないでやるってことは大切だなって思いました。わあ、すごく嬉しいですありがたいお言葉をいただきましたありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。